かった。次40万人いくまではもう徒歩で行けるようなぐらい早く行けるように頑張るので、これからも応援よろしくお願いします。お願いします。琴音さんがね、体調不良で1週間動画をお休みしてたんですけど、はい、超久しぶりの撮影なんですよ、うん、しかも一発目なんですよ。久しぶりです。久しぶりです。コロナではなかったんですけど、よかったです。そう、休んでもらってね。もうマジで1週間本当に微熱が続きすぎて、うん、呪われてるんじゃないか説が流れていまして、それで今ラップ音が非常にすごいということでビビってるんですけれども、なんか見える方がいたらコメント欄でお願いします。ここにいるよみたいなね、ツイッターとインスタの方でね、質問コーナーみたいな感じのやつやるので、チェモに聞きたいことをお願いしますっていうふうに募集をしました。でまだあのチェモのツイッターとインスタフォローしてない方はぜひお願いします。お願いします。いきます。小さい頃はどんな子でしたか？ちっちゃかった。ちっちゃそう。多分こんくらいだったと思う。誰にも構わず笑顔を振る舞ってた気がする。目さえ合えば笑顔みたいな感じで、めっちゃ明るい子でした。好きな子とか男の子とかに投げキスとか。最近で一番笑った面白いエピソードを教えてください。地元の友達とキャンプをしに行ったのね。お酒飲んで、その次の日帰り道コンビニに寄ろうってなってコンビニに寄ったんだけど、その時に友達の男の子がこれお茶を取ったの。おげで飲んじゃって、無意識なのそれが。私と遊ばないのコンビニの中で、そうそうそう、けて飲んじゃって、え、何やってんのみたいな、みんな間違えたとか言って、それで閉めてすいませんって言って帰ってたっていう。やばいやばいよね。昨日会った出来事なんですけど、ことみはわかるんだけど、布団を干そうと思ったって。布団を干す時にさ、あのこれあるじゃん、あのぐらいで、あったと思ってこれで取って違うタンバリンなんだって。はるかがこうタンバリン持って布団でやるってどこ。最近、シシゾさんっていうゲーム実況の方の龍が如く7を見てて、キャラクターがなんかキャバクラの方の脇の下を舐めるっていう行為をしたわけ。そっからその人がゲームに出てくるたびに、ゲーム実況さんがその人のことを、はい、脇の下ペローとか言って、出るたびに脇の下ペローとか言って、異性同性のついここを見ちゃうみたいなフェチって何かありますか？ここを見ちゃうじゃないけど、匂い、匂いは、あ、可愛い匂いとかは思う。同性の人も、異性の人も、まずは匂いって感じ。あ、そんな、そんな、まずはマジで匂いとか、そういう感じじゃないけど、いいなって思う。でも、結構、肩幅広い人とかが好きだから。え、あの、同性もですか？何を思うの？え、肩幅の人が、うちの中に出てきたんだよね。肩幅広い方って、すごい男らしいイメージがあるから、結構肩幅とか見ちゃうかもしれない。同性だと、皮膚。足とか腕の皮膚を見る。うちの周りにいる女性が綺麗な人が多いから、多いじゃん。ありがとうございます。え、みんななんかツルツルしてて、白くて透明感やばいの。いいなって思う。なしです。まあね、あんま意識はしてないですね。一緒にいて楽しいかどうかじゃない。フェチとかではなくて。見た目っていうより、そういう話じゃなくない？そういう話じゃないんだ。じゃあ、じゃあ、はるかは奥二重だと思うよ、うちは。じゃあ。何が何が？目が。目が奥二重の人が好む。え、フェチってちょっと話が違くない？フェチって何？あとお尻も見ちゃうよ、お尻。歩いてるとき。わかる。男女関係なくめっちゃお尻見ちゃう。おー、お尻綺麗とか、お尻かわいいとか。どういうお尻が好きなの？じゃあ。キュッみたいな。うん、プリみたいな。うん、プリ、プリがいい。女性のタイトスカートのお尻プリがめっちゃ好き。あー、わかる。もうそれよりも、あの、ワンピースで、このくびれとお尻ちょっとだけ。わー、綺麗。付き合いたい YouTuber は、うちいる。誰誰？気まぐれクック金子さん。あ、いつもね、結構言ってるよね。あの方の魚に対する愛がすごくて、うん、でも愛を持ってさばいてて、愛を持って美味しいって食べてる姿がすごい素敵で、なんかもうわざわざ量多く商品買って、それを近所に配ったりしてる。そういうね、人柄の部分にな。あとね、いつもね、シンクが綺麗。なんかさ、シンクってさ、ちょっとさ、毎回掃除したりするのだるいじゃん。でもそこも徹底して綺麗だから、うん、尊敬の意義。まあ、
ご結婚されてるのでね、お付き合いはできないんですけども、マジでマホチーノが気になる。マジでいない。確かに顔かっこいい人はたくさんいるんですけど、もう中身を知らないと付き合いたいと思えないタイプなの。若干失礼なこと言ってる。なんかでも本当の中身はでも分かれてないじゃん。確かに表面でしか、そうだからちゃんとお話ししたい。よろしくお願いします。お話をしてからだと。そう、お話をしてから決めます。島田秀平さんしか見ない。怖い話なのに、はるか見てる。ってことは？ってことは好きってこと？コナンでお願い。ああ、コナンで。みんなの一番の思い出の場所をせーので言ってください。あ、思い出の話。思い出話。話をせーので言うの？なんか私はこれ一分三人で。私の思い出なんだよ。乗り越えた思い出しかない。そうなんだよ。楽しい思い出より辛い思い出の方がさ、そばに残るじゃん。楽しいこともいっぱいあったけど、多分辛いことの方が印象強いから、うん、楽しい思い出作っていこう今後は。いや本当に山に行きたい。山に行きたい。山に行きたい。せーの、中で。中野でいつも撮影してました。そうなんですよ。5人の時、卒業式の後にTWICEの TT を撮ろうみたいな、なって、やばい、カメラ撮影してくれる人がいない、あの人に喋りかけていいかな、すいませんって言って撮ってもらった動画がこちらです。この動画は知らない人に撮ってもらったから、ね、中野は1年前までめっちゃ撮ってました。3人でも、あのコロナが始まる前です、ね、そう、そこはめっちゃベストなんだよね。ホンデさんはやっぱり行動に移した第一歩って感じ。うん、チラシを配ったのもマジ印象強い、うん、YG に怒られたことも強い。マジ怖かったもん。ハロ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 、めっちゃ怖かった。経験人数は何人ですか？普通に言うのか。まあでもこれを見て、見た感じが変わるのであれば。そうだよね。まあもうね、30万人以降からちょっとさらけ出していこうと思ってまして。そうですね、我々。普通に言うか。いくよ、せーの、0 3周りの友達がどういう感じだったかによって結構変わる気がする。確かに高校はダンス本気学校だったからね。もう男子が5人みたいな。誰かと付き合ったらなんかもうみんな知ってるし、先生まで知ってるし、そうだ、ね、先輩の目も怖いし、でそっからもうチームの数がすぐに始めたから環境とかなかったよね。もう23まで0って逆にさ誇りに思うどっちが先に終わるかだよ。どっちが先に終わるかっていうさ話をさ、もうずっと2年前ぐらいずっとしてんだよ。踊りってさ、踊り方がマジセクシーじゃん。経験を生むと踊り方がすごい変わるよっていう言われる、うん、経験してるようなさ、それだからさ結構びっくりされるよ。てか2人とも踊りとか見ると全然してないふうに思えない。まあセクシーだからね。踊ってる時ってなんか別人にならない、うん、もう自分じゃない感じで踊ってるから全然なんか何しても自信持っていけるけど、うん、踊ってないとさ自分になるじゃん。やっぱ喋ってると、あ、まあまあまあ分かるよみたいな感じでよく言われる、うん、意外だと思ったら高評価は。どうする、少なかった。こっからなんですよ。いや、うちら知らなかったえ。これね、使えないからね。いや、とりあえずいつ？5ヶ月前。ああ、じゃあ結構前なんだね。うん。5ヶ月前に2から3になったわけですね。元からの人数は何人ですか？0。2人。2人。ね、はるか、本当に恋愛したことない。人のことを本気で好きになったことがないの。うちも割と、はるかタイプだと。心の扉を開くのが長い。うちは、
気になって、LINE して、なんかわかんないタイミングで無理になって、ね、まさかそうだよね。一気に距離を置いちゃうんだよね。本気で好きになったことがないから、こんな感じになる。ほらね、もう結構がっつり好きになっちゃうから、もう好き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 、みたいになっちゃう。例えばさ、その好きになった人が実際に付き合ってみたらちょっと違ったとかあるじゃん。そういう場合ってどうなの？でもそこも好きってなるんだよ。そうなんだよ。好きになったら許せるもん、結構。付き合ってからもだんだん好きになれるってこと？なれる。どんどん好きになってくる。だってうちがびっくりしたのさ、新幹線代がないからさ、お金かけられなくてさ、そこまで行ったことある。好きだからってか、なんか心配とか、そう、ね、そうそう、ママって結構、マジ感情論で動く人だから、かわいそうだなと思ったら動いちゃう。で、それでその人も甘えちゃって、多分ダメは製造機だよ。高校の高1高2先輩の人と付き合ってます。ダメは付き合う前が一番楽しそうでした。なんか尊敬してる人とかと付き合いたくないかも、逆に。その人の嫌な部分とかを見たくないから、尊敬の人は そのまんまみたいな。目をつぶってスクロールして、ストップした画面を見せて、せーの、ピン。え、待って、どれだ、これかな。え、うちこれなんだけど。ディズニー行った時の足。ユニクロもただの少しなんだけど。誰が一番絵心ある？ファンの方からいただきました。ありがとう、ありがとう。1分願いがいく、よーい、スタート。もう一回。終わっちゃった。せーの。何？めっちゃ適当やん。ツルツルだよ、頭が。魔法の目見ないで。せーの。誰？頭にお山いね。せーの。おお、待って、一番近いんじゃない？やばくない？あれに演じるよ、絶対わかるよ。あ、もう分かった。本気の人でしょ、本気の人。オッケー、じゃあちょっと犬で。犬か。いや、ことにハンデあるやろ。終わった。はい、見せて。わかったよ。犬までキノコにすな。コアラやん。どう？確かにコアラ。せーの。え、かわいい。かわいいですよ。待って、でもさ、こうするって結構なセンスあるよ。だって普通こうだよ。普通こうだよね。確かに表面から座ってるっていう意味だ。ということで、英語からナンバーワンは琴音でした。はにゃを全力で。せーの、はにゃ。駆け抜けるために一番大事だと思うことは何ですか？他人の意見を聞く。ああ確かにね。花子は YouTube をやってたから、 YouTube のコメントとかで言われたことをやったりして、それをやったことによって可愛いかっこいいって言ってくれるから、あ、じゃあこれが合ってるんだみたいな感じとか、あと真帆とか本当にこれの方がいいんじゃないってめっちゃ聞いたり。ダイエットですね。ダイエットが一番の整形みたいな感じで聞くので、あと自分に合ったメイクとか、あと自分に合った服装とかを研究するのもめっちゃでかい気がします。経験と、経験するだけでさ、顔に出るじゃん、なんか自信とかも含め。自分はこういうのが好きなんだとか、自分がこういう風になりたいんだなっていうのを探して見つけて、そういう風な雰囲気になれるように努力するっていう。自分の身長と体重を教えてください。身長は152で、体重は平均は42です。身長が158。すいません、7かもしれない。体重もずーっと上がってないから、ちょっと体感でいかせてもらうんですけど、54かなみたいな感じですね。私は160の、体重が48で。月収はだいたいいくらですか？はるかたち、ダンス系 YouTuber みたいな感じなんで、曲を使うんですよ。曲を使ったものは広告が入らないので0円なんですよ。マジで稼げてない方なんですね。例えば嫌なら、大卒新入社員の平均みたいな感じで。細かく言うね。うちらは平等なんですよ、給料。案件のお金とかも平等なんで、もう全員一緒です。なんかさ、個人情報言った後に、この空気すごい嫌だ。必ずなんか。
ロナ落ち着いたらどこ行きたいですか？韓国。いや、マホも韓国。うん、だよね。合わせたの？いや、合わせたの。本当ね、結構今日はいろいろ話したんですけど、はい、この動画が面白かったと思ったらチャンネル登録と高評価お願いします。お願いします。あと意外だったとかいろいろコメントしてくれたら私たちも頑張って言った甲斐があるのでたくさんコメントしてください。はい、お願いします。あと SNS のフォローもお願いします。お願いします。以上、チェゴでした。